はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソ検証系実況者リュウです。さあ本日なんですが、先日ですね、魔法飲みデッキっていうのをどれがやれるのかっていうのを検証しまして、まあそこそこまあ雑魚だけど、まあ勝てる時はあるぐらいの感じのデッキだったんですよ。で今回は問題児ことトラップのみデッキ検証していこうと思ってまして、トラップのみってね、何が問題かっていうと、エクストラ使えないからさ、そのトラップモンスターとかのモンスター使いになるやつはいっぱいいるんだけど、エクストラ使えないからね、雑魚なんだよね基本的に。まあたまにね、たまに強いやついいんだけど、なんか基本的に雑魚なんですよ、エクストラないとね。でトラップのみデッキを組むにあたっていくつか方法はあるんですよ。マナーモンスターとかを主軸にするタイプとか、あと万軸ですね、なんかそのディメンションウォールみたいなやつをいっぱい入れるとか、しごいマシンガンとかやつを入れるとか、それからあと、もう一発屋デッキ DD ダイナマイトとか下地の副作用みたいな、そういうカードを使ってバーンするか、なんかいくつか種類はあるんですけど、やっぱ一発屋にするとなんか魔法のみの留意層とかと同じになっちゃうから、なんかトラップモンスターでなんか戦うコントロール寄りのデッキにしたいなと思って、今回はトラップモンスターを中心にしたデッキを作ってきました。なおエクストラゼロこれやばいんだけど。で、ね、一個だけ強いやついるんだよ、トラップモンスターで。まあ、他別に大したことないっちゃ確かなんだけど、こいつがクソ強いんですよね。クモイヨのどうぞ。これは、発毒効果モンスター、攻撃力ゼロ、守備2500っていうモンスターになって出てきて、で、これモンスター扱いのトラップカードがモンスターゾーンに存在してると、このカードを効果の対象できないっていう効果があって、要はその無効にならないんですよ。で、さらに3番目の効果でトラップ、魔法トラップゾーンのカードがモンスターゾーンに特殊化された場合、要はトラップモンスターですね、トラップモンスター出てきた場合、フィールドのカード1枚を対象にそのカードを破壊すると。だから、しかもこれ耐えちゃうんですよ、3番の効果。なので、クモイヨのドゾがいる状態で、この辺のモンスター出していくと、バンバン空いてるカード破壊できるんですよね。で、一応妨害持ちもいくつかいて、なんか効果無効にするアポピスとか、あと、なんかその、特殊召喚を無効にできる、アズルーンとか、なんかそういう系のモンスターがいるんで、一応。だこの辺はまあそこそこ使えるんですよ。だからこれでまあビートしていくっていう感じの構築に今回はしていますということですね。で、トラップモンスターって一回出てきたら使い切りになっちゃうのが基本なんですよ。出てきたら、まあ要は魔法トラップゾーンに戻れないから、もう一回出てきたらその時の効果使うとかできないんだけど、これね、超最強カードがあって、このジャンクスリープっていうカードと、あとこのダルマカルマなんだけど、これ裏側守備表示にできるっていうカードなんですけど、トラップモンスターって裏側守備になると、魔法トラップゾーンに戻るっていう仕様なんですね。なんで、その出てきた時の効果をもう一回使えるっていう。なんで今回は、ジャンクスリープとダルマカルマで、一緒トラップモンスターを使い続けて相手の、盤面をコントロールしていきたいと思います。はい。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。ハンドちょっと強い。マジ勝てねえ。このデッキ。エクストラだけマジで使わせてくれ頼む。なんでエクストラ使えねえんだよこれで、マジ決めえだろ。いや一応いろいろ考えて、まあ一応ちょっとなんか一人回しみたいなしてみたんですけど、罠のみデッキをね、バーン軸とかもやってみたりしたんだけどさ、さすがになんかバーンで8000削る機能罠だけだと本当大変で、なんか一発やめてなっちゃうんでね、DD ダナメトみたいな。ラビリンスボールシャドウ、はい、これは起動効果だな。起動効果は叩き割っておいた方がいいとおばあちゃんが言っていた。アズルーンの方がいいか。アズルーン、後発を特殊召喚の効果に JH、クモイヨの土蔵の効果。これが今一番強い動きと言われていて、よし、なんもない。クモイヨの土蔵がある状態でトラップモンスターが出てくると、フィールドのカードを破壊できるっていう効果なんですけど、これをまあ一生打ち続けることができれば、まあ、この時最強で。いくものとでこれラビンスボールショットというカードを破壊するじゃないですか。これで相手はもうできない。で、やっておくれ。止まれ。止まれ。止まれって言ってたろ。なになにこれ。もしかしてこれ、あれ楽印入ってる。やば。楽印はちょっと止めにくいな、あまりにも。さすがにそれちょっと止めにくいな。そういうことか。なるほど。いやー、融合範囲で出してくるのか。なるほど。あ、それはいい、別に。あ、それはいいです。あ、それは別にいいです。それは OK です。ちなみに、破壊以外の妨害、基本的にはそのメインギミックでは今ないみたいなとこある。あ、それはやばい。カース・オブ・スタチュー発動。カース・オブ・スタチューの効果により、
このカードを特殊召喚し、特殊召喚に成功した場合、雲への土蔵の効果、てめえを爆破する、バゴン。これだけちょっと強いでしょ。アズルーンちょっと強いな、これ。融合とかリンクとか止めれるし、実質。ま、ポペス出しとくか。アポペスの、デーシングアポペスの効果を発動。デーシングアポペスの効果により、特殊召喚ピエトロカードの効果を、まあ、無効に一応しとくか。これ。そして、クモンヨの土蔵の効果を発動。てめえの、セットカードを爆破墓穴目にも効かん。なんでかって、墓地でモンスターが行くことねえからだよ。そんなデッキあるか。墓地にモンスター行くとねえから、はから効かねえぞ、このデッキ。最強か。バトル、何てか、なんでセットしたんだ、相手、バトル前に。リンクス出身者か。カース・オブ・スタチュー、なるほどですね。トラップトリックの効果を発動。トラップトリックの効果により、史上最強カード、魔法戦記ダルマカルマをゲームから除外し、魔法戦記ダルマカルマをセット。うよ発動戻れまた使い回してやるぜ。またこのトラップモンスターじゃ使います。これが最強コンボ。これが俺が考え出したトラップデッキ、トラップのみデッキの最強コンボ。まあ俺が考え出したって言ってるけど、まあウィキには書いてあるけどな。さあクモユの土蔵の効果を発動。さあクモユの土蔵のフィールドがチュフィールド上に存在する限り、トラップモンスターが場に出てきた場合、相手のカードを破壊することができるぜ。うわっ効果。ちなみにクモンヨの土蔵は対象に取れないっていうなんか最強効果を持ってるんで、一応無限保養とか聞かないです。あ、聞きませんそれ。はい、あ、それ聞きません。はい、ありがとうはい、ありがとう、まあ、一応これこういうこともできますよっていうことを言っていきましょうか。さあ電子アポピスの効果を発動して、まあ一応あの相手が発動した効果をね、アポピスは永続トラップがあれば無効にできるっていう最強効果があるんで、まあ、フィールドのカード無効にしますって言って、無限保養の効果無効にして、はい、こういうことができるよということが起きて、で蜘蛛の土蔵の効果を発動し、さらに相手のカードを破壊する。はい、最強。バトルフェイズ。ちなみにこれマジでやばいのは、ライフ取りきれなくて次のターンでマジ1枚しろとかで、まあ、爆発的展開されたら俺負けるっていう前日、カードを決めセット。まあ一応ね、あの2枚破壊できるんでなんとかなれとは思いますけど、これもしワンチャン、これもうここでなんかいきなりゲートガーディアン融合とかされたら俺負けるけど、いい、ワンチャン負けるけど、対象取れねえし、あのゲートガーディアンいると、まあ言うてでもあれか、まだ数が1体しかねえから、まだそんな手札があの3画と9画とかじゃないから融合できないな。耐えてくる、頼む。プリズマダメ。エンジェルスタチュー、アズルーンの効果発動。スタチュー、おお、このデッキスタチューしかおらん。でクモンヨの土壌の効果、プリズマーを破壊。うお、最強。おっしゃ、うお、最強。デーシングアポピスの特殊召喚効果爆発。あべ、あの魔風衝撃かだけはまあいいや。魔風衝撃か、そうか、あのあれか、墓地効果ある魔法トラップ多いのかのデッキ。やべ、ちょっと盤面埋まった、誰か助けてくれ、盤面が埋まった、バトルフェイズ。この後このトラップモンスターたちを解除する方法なくて、草危ね、ギリギリ。いやこれ多分ね、あ、マジでほんと10戦ぶりぐらいに勝ったわ。ちなみにこのデッキで後手を取ってしまった場合なんですけど、あのダルマカルマとかでなんかわちゃわちゃしない限り絶対に勝てないし、っていうかまあほぼ勝てないんで、あの諦めてください。はい、諦めることをお勧めします。このジャンクスリーブとかいうなんか意味不明カード使ってるの多分今俺ぐらいだろう、多分だけど、この意味不明カードを貴様にお見舞いしてやるぜ。誰このカード。ユニコーンやば、ユニコーンはアドバンテージを稼ぎすぎる。電信アポピスでいいか、電信アポピスの効果を発動。そしてクモンヨの土蔵の効果を発動。クモンヨの土蔵によってこのカードを特殊召喚、そして、デーシングポピスの効果によって、一応フィールドのカードの効果を無効にし、そして、クモの土蔵の効果によって、相手のカードを爆破、バグワーン、よし。はい。まあ、一応、デーシングポピスが最強っていう話はあるんで、竜創剣剣、はい、どうぞ。創剣か。懐かしいな。竜炎さん帰ってきたけど、誰一人使ってねえっていう話だからな、これな、今。まあ、これあれだろうな、復帰勢だろうな。竜炎さん、OK。
復帰勢は結構あれですよね、あの双剣使いやすいですよね、これなんかのトストラックくれますし、割と強いですし、まあそこそこ、あーちゅ、まあ、チューニングされるとマジやばいこと起きるんで、ちょ一応デイシンガポビスで特殊化して殺しますわ。ほいで、カードの効果はまあ一応無効にしてもしなくてもどっちもいいけど、でこれで雲への土壌の効果発動、相手のチューナーを爆破することによってシンクロ召喚はさせない。ちょっともう止まれ、誰ちょっと行くしかないが、行くしかない、これは誰もかれば発動、誰もかればの効果により相手のフィールド上のカードを全部裏側にして自分のカードを魔法トラップゾーンに戻る。うわ最強、あじゃあ強くない、手数多いな。クシャトリラバース、はい、まあまあ言えばいい、クシャトリラバースがまあいいだろう。ユニコーン、はいどうぞ、ユニコーンどうぞ。サーチってカードあんの、マジサーチってカードあんの、パーピアスマジ、おちょっと待ってくれ、こっから俺エクシーされんのか、こっからエクシーズされて聞いてねえぞ、おマジか、もうシンクロデッキじゃねえのかそのデッキ、おふざけんなお前、詐欺じゃねえか、詐欺じゃねえか、助けてくれ誰か、やばいやばいこと起きてる、ちょっと待ってボコられそう、ボコられそう、ちょっとやめてマジで、あバトルフェイス危ねえ、エクシーズ入ってんのか、なるほどフェンリル出してくるだけってことか、オッケー了承。いやこれ盤面が多いな、除去しなきゃいけないカード盤面が、うわ誰まかれまちょっと強いな、でも言うてちょっと強い、いやこれどうしよう、でもこれ正直これ2面しか除去できないんですよね、2面除去しなきゃいけないんだけど、まずデンシンガポフィス発動する、でクモイヨの土蔵発動するでしょ、これ何割ったらいいのこれ、まあ、とりあえずバース割るのは絶対に確定か、で特殊するんだろう、フィールドカード無効にしますよね。電子アポミス君は、フィールドカード無効には一応できるんで、もうユニコーンとかどうでもいいから、マジで。あの、エクストラモンスターなんていないからね、このデッキ。でとりあえずバース発火するしかないか。これ爆破せざるを得ねえな。で、電子アポミスでさらにもう一枚爆破できるから、まあ、何を爆破するかって話なんだけど、電子アポミスの効果発動します。これあれだな。多分もう一回誰もかれもするしかないな。雲夜の土蔵 でこれフェンリル爆破するじゃないですか。でユニコーンは結構もうどうでもいいから、これバースには入ってわけないでしょ、多分さすがに、さすがに入ってない。だからこれでこいつ爆破する。であいつら裏側のあのあいつらは多分タイヤ以外どうでもいいから、ジャンクスリーブ発動して、ジャンクスリーブセットからのエンドフェイズ戻る。はい、でこれちなみにエンドフェイズは全部自分のフィールド上のモンスター裏側にするっていう効果なんで、これでトラップモンスターも戻りますはい、一応これ使いますっていう、そういうコンボです。でですね、タイヤは爆破しましょう。タイヤ爆破して、でもなんか最悪動かれそうだったらまた頭から持てばいいみたいな話ある。でクモンヨの土蔵、でクモンヨの土蔵、これさトラップモンスターデッキってさ意外と G 重いんだよねG 引かれてないけど、これさっき普通に G 取って普通にただ あのめっちゃドローさせられて負けられた、負けドロスドローさせちゃって負けたっていうパターンあるから、まあ一応タイヤの効果無効にするじゃん。でクモン用の効果発動して、まあ一応タイヤは爆破しとく、まあ、ユニコーンのがいいか、打点高いし、これでいいや。これでタイヤは効果使えないで、龍炎さん表側になっても別にシンクロはできないので、まあ一応リンク召喚とかワンチャンされるかもしれないけど、まあリンクは誰もからまで処理できるんで、まあ、割となんとかなる。これ相手も困惑してるだろうなこれマジで、何これできてなってるの多分。ジャンクスリーブもちろん発動するよ。ちなみにこれ相手のターンも発動できるの、相手のターン自分のフィールド、 OK 大丈夫で、自分のフィールド上のモンスター裏側にする格好、戻るだけ、はいこのコンボこのコンボうざすぎてくさ。いやーちょっともう伏せる場所ないんですよ、スタチューさん。スタチューさんもうね、ちょっとね、伏せるとこないんですよね。で、電信がポピスからの雲夜の土蔵発動して、また、こいつを特殊召喚しながら、相手を爆発させていくという最強コンボ。はい。ほい。まあ、一応向こうにしとく？で、爆破して？おい。おい。まあ、ポピス発動して。ほんで、さらに特殊召喚して、で、雲を発動して、相手爆破して、おい
バスメイズ、うわーおらーうわーおらーメイン2入ります。カーソルサッシュステルトがないんでエンドします。ジャンクスリム効果としまーす。で戻ります。はい、よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。うぜこのデッキ、このデッキうぜあユニコーンはいいか、まあ、もうさすがにバースねえと思うけど、まあ、一応破壊しとくか、一応破壊しとこう。クモヨのドラフト、さあクモヨの土蔵とかいう最強カードが発動され、ちょっと一応、まあ、バース2枚入ってはないと思うけど、まあ、念のため爆破しておいて、まあ、無効にしておいて、で、クモヨの土蔵の効果によって破壊しておいて、はい、 OK。さあまだもう一破壊ともう一枚ダルマカルが残っているぜ。お前はこの妨害を超えられるから、この最強妨害を。なれ！それか。それはちょっと待って。電信アポプスで無効にした回数、これだ。大丈夫。これこうするでしょ。で電信アポプスフィールドカード無効にして、これ破壊されない耐性がなくなった。これ破壊できる。はい神ゲー。よっしゃ危ねえ。危ねえ。プロートスマジ危ない。マジで危ないプロトスは。よっしゃ天敵来たと思ったけど、なんか天神アポプスで耐えた。ジャンクスリーブで戻れ。電神アポプスの効果発動したいんですが、何かありますか。なんもない。よし来たわ。あと残りライフは4000。うお、電神アポプスを2体特殊召喚。ちなみに電信アポプスの何が強いかってね、打点2000あるんですよ。バトルフェイズゴー。はい、対戦ありがとうございました。電信アポプスの何が強いかっていうと、何回も言うけど本当打点が強い。さあいよいよコメント欄にもあった、トラップのみデッキと魔法のみデッキとモンスターのみデッキ、どれが一番強いんですか議論に終止符を打っていくぞ。さあどっちが強いかなって話だな、これな。どっちが強いかなという話。ちなみにまあどういう構築でもいいけど、相手は魔法のみデッキを使ってもらっているぜ。今回はどっちが強いか終止符を打っていこうと思う、この議論に対して。ちなみにね、正直ね、議論しなくてもね、モンスターのみデッキが一番強いの分かってるんですよ。なんでかっていうと、超事務者っていうほどぶち壊れデッキがあるんで、まあ本当にあのデッキいかれてるんで強いんですけど、まあ、言うて魔法のみと藁のみはちょっとわからないみたいな話あって、まあこれ多分絶対これ大逆転クイズだな、これこれ大逆転クイズだ、これチキンレース大連打する魔法のみデッキって、これ大逆転クイズしかねえだろ。おそらくお互いにエクストラデッキゼロなの。草何このデュエル。一応その検証するためにね、今回はちょっとまあ特殊ルームを生成して、撮影をしているということだけはご理解ください。ボールのストレイン、はいどうぞ。まあ、これ絶対このカードを使うデッキ絶対あれなんで、大逆転なんで、大逆転狙ってるんで。さあ打ち手の小槌で2500ライフをぶち込まれていく。さあどうする、貴様のライフあと2500、多分ライフをまずね、まあ、とか1000とかぐらいにしないとあのデッキ多分、ま、起動できないんだけど、コンボをね、ナリキンゴブリン、はいどうでもいい、相手ライフが回復するのは結構どうでもいいって話ある、あのデッキね。さあチキンレースを張り替えて疑似空間にしていく。でチキンレースを、宣言で、チキレになったので、1000ライフ払ってワンドロー。はい、これね、これ絶対そうですね。あ、うちでのこさらに発動、うちでのこじゃ、これ750になるね、相手のライフ750になる。やばいやばいね、結構やばいね。でエンゲージは強っ、エンゲージ強っ。あ、ジャミングウェーブやばい、ジャミングウェーブやばい、ちょっと待って、ジャミングウェーブやばい、ジャミングウェーブはちょっとセットカードが破壊される、まずい、やめろやめろ。あ、ジャンクスリーブはまあいいか、これ発動しても爆破されるんだっけ、ジャミングウェーブって。あれこれギャラクシーサイクロンとかと同じ体型だっけ、なんか表にしたら破壊できないとかないんだっけ。ないね、はい、すいませんでした、すいませんでした、すいませんでした。カードオブスピリット、なるほど、
カードオブスプリットの効果によって好きなカードをお互いに1枚選んで、で5分の1でそれが当たるみたいな、そういうカード。さあカードオブスプリットからの強欲で貪欲なツボ強いね。強欲で貪欲なツボ強すぎじゃないかこれ。さてはやばいぞ。でこれさらに手札が増強される。はい、で10枚除外してカード2枚ドロー。でも言うてさ、相手これライフ調整失敗してる可能性あるからね。セットセット、大逆転クイズきたー。ブラペン2枚送ってやがる。あ、ちなみになんですけど、回答ありまして、回答ありまして、まあすまんな先行形で申し訳ない、先行形すぎて、カースオブスタチュー特殊召喚、そして電子アップスを特殊召喚し、相手フィルド中の、カードの効果は無効。あ、ちょっとこれ無効で、クイズ答えたくありません。はい、クイズ番組の出演を拒否します。はい